うん、2人ともキャラがしかもナッシュガイル。朝8時か。朝8時は多分寝てますね。いいですか、流線困ってたから。これ見てください、弾を撃ちまくって相手が心眼してこないうちは、ごめんなさい、心眼してこないうちはいいんです。ああ、いいですね。あ、うまい。そう、これ見てください、こっから多分始まってます。もうこうね、詰めてるでしょこっち。いつの間にか、いつの間にか寄っているという。痛い。最悪。今のラウンド忘れてください。こっからです。ちょっと打ちすぎましたね。これで実は波動拳待ってるんです今俺。ごめんなさい。あ、これも確認したい本当。波動拳打ってこないな。じゃあ歩きますか。で画面始まり行った、画面始まり行ったら結構動きいろいろできるんで。通ってますね今日。よし、これはね、これね難しいんですけど、 ここ反撃できるとちょっと変わります。第5数一発目に。で、そう、このね、歩きです。相手が消極的になったなと思ったら、で、対空もね、しっかりやってください。打った時だけ飛ばれることないように。基本上見てます。あー今のしゃがみ中パンヒット確認したかった。わかりましたか。あ、レイジ出ますよ。レイジ出ますというか、エントリーはしました。はい、こんばんは。レジ出ます。てかエントリーしました。波動拳に一回心眼やるとマジで相手ビビるんで、もう何もできないよってなるんで、そっからなんですけどね本当は。これもう相手ビビりました。ビビってないっす。俺ビビってねえよっていうタイプかもしれないんで、そこはちょっと相手と会話して。どっち？ビビって、あ、でもビビってるんですよ、やっぱり、相手。ビビってるってことは、前に行っていいんですよ。もう一回ぐらい、ちょっと。あー、無理。あれ？待って、これ、大丈夫か、ボタン。ちょっと待って、大丈夫。大丈夫です。今ので威嚇しました。すいません、ちゃんとついてます。波動拳打たないならこっち打ちますよ。打たないならこっちも打つ。今のダッシュはちょっとバレてた。あれ、慎重ですね相手も。ああ、これ繋がんないやつや。これね、発動しちゃうと繋がんなくなるやつなんですよね。知ってますこれ。V トリ発動すると、相手に波動拳到達する時間がね、1フレ短くなるんですよ。短くなるんじゃない、1フレ遅くなっちゃうんですよ。ビビってないですよね、相手。やばい！もう芸術化させられた。次取ります、絶対。
あれビビってたか俺今。ちょっと押されてますねこれ。ダメっす押されたら。すいません、これね大きな勝ちパターン使っちゃってますね今。これは一発何かを当てないとまだ一発圏内ではないかと思われますので、ちょっとずつ削っていきましょう。ガードして。これもうね圏内じゃないですか。やばい時間が危ねえ。今のコパンキャンセルスパコンできてたらすごかったのに。You win. コパン竜巻でいいんですよね本当は。そう結局竜対策分かんなかったっすね。あの今僕が勝ったのはあのあれです、相手が相手キャラ関係なしのあれなんですよ。豪気の V トリガーっていう、このゲームにおけるちょっと、結構その、なんだろう、技術の差が出ないところで、まくったっていうね。孫さんお怒りですよ、今の勝ち方は。絶対。孫さんにこの勝ち方すると、お前 V トリやめろよって、絶対言ってきますから。あんま考えたことなかったな。痛い痛い痛い。前ですか。ウィトリ使っていいですか。これやりたかったんす、この配信で1回は。これ覚えて帰ってください皆さん。あとこれっすね、動きの強いの。あらららら、ちょっとちょっとちょっと。園内パンのクラカンで発動できると強いんで、これね、やりたいんですよ。これ皆さん、ぜひ。ここ、膝できるんだよな。玉抜け狙ってますね。あなた。さあ、では玉抜け狙ってますね。あっ、ぶねーい。パンクやりますわ。あーこれ食らっちゃうんだわ、ごめんなさい。危ないね。これはこれでいいの。いいっすね、なかなかいいカリンっすね。ちょっとみんななんか最近カリンつく変わったね。前ダッシュ、前ダッシュね、このゲームの前ダッシュのねすごいところはね、来るの分かってんすよ俺。だから来るの分かるから技置いてんすけど、ワンテンポ違うんすよ。
そうすると差し返しの形で入り込まれて近距離を作られてしまう。そういう時どうするかって言われると、まあ、僕の配信の常連の皆さんはね、分かっていただけると思うんですけど、この時に使うのはこれじゃないんですよ。こっちなんだよな。あーごめんなさい、ここたまたま噛み合った。これなんですよ、前ダッシュには。基本はね。ただそのリターンを取りたいときは僕もやりますよ。ちょっと待って、これはたまってたまんない。ここあれですよ、みんな分かってるでしょ、俺の狙い。これ C です。今たまんなかったか、ちょっと違うコンボにできたか。これ絶対いっちゃダメです。前に来る。だいたい波動拳が正解になるんだよな、この組み合わせって。特にゲージが溜まってないとき。するとね、結構飛びたくなる。そう、今のいつ来るかは分からないけど、だいたい球を前ダッシュ来るだろうっていうときにこの技あるといいですよね。はい、ごめんなさい。でもしょうがないです。前ダッシュできなくなるんですよ、相手。するとこっちもね、オーブない運びます。サコノコ、あ、そう、区内スパコンもね、 V リバできないらしいんですよ。そっちまず直してほしいわ。でね、ちょっと波動を打ちすぎたんで、ちょっと警戒しましょうかと言ってるとこうなってしまうというね。あ、うまい、いい着地取るね。さあ、ここです。ここはさっきも狙ったあの技のクラカン狙いなんです、俺実は。ここら辺か。えい、あー、ごめんなさい。ちょいったー。くっそー。あ、今の落とせないやつや。あ、どうか、ここで打っていく。これ危ない、今の危なかったね。これは相手絶対前に来るんで、最後そこに合わせて弾打つんですよ。あ、ごめんなさい。まだ削れないね。削れる、削れます、削れるし、しかもこれ C じゃないやつで削れます。大パンからでも中足からでも出ます。あめー、なんかこれ勝利にテンポ出てきましたね。パンダジエワはね、結構対応してくるからな。これダメです。ん？ん？ん？ぶねえ。これね、豪気に打たない方がいいっす。まあ配信見てるかどうかわかんないですけど、豪気に生クラップやると
すごい距離からこれ食らうんで、痛い、これは最大、狙っていきたかったのに、どうですか、あれちょ、これ嫌な予感します。で、A3 はあれですよね、そう、今思いとどまったでしょう、クラップ、クラップちゃダメですよ、クラップは打たない方がいいっすね、なるほど、ああ、ごめんなさい。プラス2からの駒投げですか。さらに駒投げ、肘重ねですね。違ったー、中達からいきます。こっから 100kp が当たるのまではわかります。当たってない。こっから 100kp投げです、ここは。勝負いったー、これ完全に2択です、スララには。で、プール A4 はハマッドとレイジングストームとシエンとシン、徳永新一、まあホークンシエンか、ここでもやっぱプール A1 はやばいな。で、このさっきからゴーキがやってるクラップ見てから中足っていうのは、中足のリーチだけだったらゴーキより長いキャラ結構いると思うんですけど、暗い判定がですね、上の方に小さくないとできないんですよ。だ多分ね、キャミーの中足とかだと、やりにくい気がするなぁ。ちょっと待って、これ。ごめんなさい。これ最大ゲージシャメです。そう、ハマッド出ますよ、ハマッドの A4 で出ますんで、ダメです。ダメです。痛い、よいしょー、両対応いきます、投げます。いや、俺ここの確認がやっぱり下手だな、ごめんなさい。ちょっと受け身を取らないでみよう、潰される、怖い、また打ってきたろ、頼む死んで、ちょっと安かった今、膝仕事しなかった、うわー怖い、あー危ねえ。You win. ララの中段は持続ガードだとね、膝が当たらない時があるんですよ。見極めて使い分けが必要ですね。